こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私が実際に大事な日の前にですね、頼りにしているスキンケアであったりとか、一塗りで垢抜け印象にこう美肌見せできるメイク下地、澄んだ潤んだね瞳に見せてくれるアイシャドウなどなど、私の中でのね透明感コスメを様々な切り口から皆さんにご紹介していきたいと思います。今日はねちょっと珍しくドリンクなんかもご紹介していきます。春に向けて印象アップしたい、少しでも綺麗になりたいなと思っていらっしゃる方必見の内容となっております。それでは早速いきましょう。はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います。まず一つ目のアイテムはじゃじゃーん、デジャビュの眉マスカラです。こちらはですね、毛の一本一本をふんわり自然に仕上げてくれる極細眉マスカラになります。眉毛をナチュラル美人に仕上げたいという方におすすめで、メイク初心者さんにもすごく使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。肌に液がつきにくいね超極細ブラシで繊細に眉毛を染めることができます。で、皆さん今なんで透明感と眉毛がつながるのっていう風にちょっと思われてるかと思うので、それはちょっと一旦塗った仕上がりをお見せした後に説明しますね。もうね、とにかく細くて使い勝手がものすごくいいです。毛の裏からね色を入れたら、あとは毛流れを溶かすように眉毛を整えて表面に色を入れていきます。こんな感じで毛を染めてない方に比べてすっごく自然な眉毛に仕上がってますよね。もうね、どんなねメイクスキルの方でも綺麗に仕上げることができるこの感じがすっごく好きです。なぜ眉毛で透明感につながるのっていうところなんですけれども、眉毛とお肌の印象ってですね、実は切っても切り離せない関係がありまして、やっぱり眉毛がこうベチャーっとね潰れたように塗りつぶしたように仕上がっていたり、ちょっと眉マスカラもインク感みたいなものがあったりすると、お肌をナチュラルに繊細に作ってもお肌もねちょっと厚塗りに見えたりだとかベタっと見えたりするんですよね。逆に眉毛の毛が一本一本繊細で綺麗に毛流れも整っていてナチュラルに描かれていると、お肌もその印象にこう連鎖してというか、すごくよりね繊細に綺麗にナチュラルに見えたりするので、眉毛とお肌の印象って結構こう連鎖するというかつながっていたりします。なので今回はあえてこの繊細なね仕上がりにしてくれる眉マスカラを透明感コスメとして選んでみました。そして次2つ目のねアイテム、私もこれ最近すごく気に入っています。シスレーのインスタントコレクトメイクアップベースのこちらはジャストラベンダーというカラーです。こちらはですね、お肌の色ムラとお肌の質感の2つを補正してくれる欲張りなね下地になっております。美肌作りの土台の下地にねこだわりたいという方であったりとか、さらにそれにまあスキンケア効果をね、高いスキンケア効果求めるよっていう方にはとってもおすすめのアイテムです。で、これねしっとり適度に密着してくれる感じがあるんですよね。なのでこうトロトロサラサラ系の美容液っぽいような下地よりも、割とこうクリーム感のあるような下地が好みの方には結構おすすめです。まずはこのラベンダーといういわゆる寒色系、冷たい色ですね、ブルーとかグリーンとか寒色系って言いますけど、そういうカラーにもかかわらずあんまり血色が悪くならない、ゲソッと見えないんですよ。ゲソッと見えないのにお顔に塗った時に白浮きしないんですよね。この不思議な絶妙な馴染みの良さっていうのがまさにねこう求めていた透明感下地だなという感じです。では私今普通にメイクしちゃってるので、こっから下ねちょっと落としていきたいと思います。よいしょ。今日はちょっと顔の下半分をね落としていきますね。塗っていきたいと思います。はい、こんな感じ。のせると結構色がしっかり出てる感じがします。これね結構色出るので少量から塗るのがおすすめです。で、補正効果もしっかりあるので、まあお顔のね中心をメインに塗るのがやはりいいかなと思います。あ、これちょっと取って、ごめん、ちょっとこっち取りますね。塗った方と塗ってない方が比較できた方がいいかも。口周りのくすみとかも結構ねパッと明るくなります。木くすみっていうのかな、そういう不要なくすみだけを取り払ってくれる感じで、余計なこうトーンダウンっていうのをさせないような印象です。ちょっと今こっちお顔のねこの中心に塗ってみました。こっちはまだ塗ってない状態なんですけど、わかるかな、少量なんですけどちょっとこっちナチュラルに
光集めてるし、ここの塗ったゾーン、口周りとかもくすみが飛んでるの分かりますか？色ムラも均一になってるし、質感としては私がね、皮膚が薄くて何塗ってもツヤっぽくなっちゃう特徴の肌なのでなんなんですけれども、どちらかというとふんわりする感じかな。なのでこれでしっかりとお肌の色ムラを整えた後にファンデーション塗ったら、ファンデーションの量も減らすことができるし、より薄付きなファンデを塗ればね、本当に透明感高まるお肌の仕上がりになります。はい、両方ね塗ってみた感じこんな感じです。これにちゃちゃっとコンシーラーと練りチークとかでもすっごくラフな感じで可愛いかもしれないです。お次の透明感コスメはじゃじゃん、こちら和風ドメイドの酒粕パックです。これ最近リニューアルして2代目としてね、新しく発売されてるの皆さん知ってましたか？もっちり透明感肌に導いてくれる洗い流すパックになってます。これは大事なイベントだったり取材の前の日ですねに必ず頼りたくなるアイテムで、出張の時も結構ねこれいつもキャリーに入れて持ち歩いているぐらい、大事な日の前にですねかなり頼るアイテムです。こちらはですねくすみが気になる、もっと透明感が欲しいという方におすすめで、私はお顔にはもちろん使ってるんですけど、お顔以外にも首だったり手の甲にも使っているので、まあ、お顔以外の部分もねしっかりとケアしたいという方にもおすすめのアイテムです。昔から日本酒職人の手は美しいと言われているほど、日本酒にはね美容にとって嬉しい効果があって、このパックにはそんな日本酒を作る際に出る酒粕から絞ったエキスがたっぷり含まれてます。こんな感じでふわふわと柔らかいテクスチャーです。今回リニューアルして2代目として発売されてるんですけれども、リニューアルしてより洗い流しやすくなってます。これ私すごい大好きな商品で、前もね動画に出したことあると思うんですけれども、リニューアルする前に何個か使っていたので、まあ、やっぱりその時よりも洗い流しのねにかかる時間が減った気がするんですよ。ではね、実際どんな感じで使っているかっていうところをちょっとお見せしたいと思います。洗顔後、お顔の水分を拭き取った後にお顔にまんべんなく伸ばしていきます。私は首周りまでたっぷり使うので、お風呂の中でこんな感じで伸ばしながら使用してます。目周りをね避けて塗っていきます。お風呂は湯気などで温度室温が高くて肌の水分量が高まり、肌が柔らかくなるから成分がねすごく浸透しやすくなるみたいなんですよ。ほんのり酒粕の香りがするんですけど、そこまですごく強いわけではないです。はい、塗り終わった後はねこんな感じです。でさらに首周りにも塗っていきます。このねショートヘアの人分かってくれると思うんですけど、やっぱ髪が短いと首周り本当に日焼け気をつけないとね、すごくね首が黒くなっちゃうんですよ。あとはですね、さらに手元が映る仕事なんですよね私。なのでここもねやっぱり透明感を高めたいポイントではあるので、そこにもしっかりと塗っていきます。もうね手元にも使えるのがね本当に嬉しいし、とにかくもうめちゃくちゃこれには助けられてます。それではだいたいですね10分ぐらい経ったので、これを洗い流していきたいと思います。はい、今ね洗い流してきたんですけれども、すごいねお肌がまずもっちりしてるんですよ。もっちり柔らかくふっくらしているような感じで、かつねこの透明感というかパッと明るくなったような感じ、もうこの感じがねすごい大好きなんです。首の後ろねそもそも私焼けちゃってるから、前に比べたらあれなんですけれども、それでもねやるとやらないだと全然違ったりするので、使った後にまずこの実感があるっていうところと、あとは使い続けてさらにこう調子を整えるというかね、両方兼ね備えたアイテムなんじゃないかなと思います。はい、ちなみにこのね酒粕パック、私すごく好きなので、最近ねこの酒粕洗顔も使ってみてるんですけど、もっちりクリーミーな泡と米粒のスクラブがねほんと気持ちよくって、洗い上がりのねこのもっちり感がすごく気に入ってるアイテムです。そして次のアイテムはキュレルの美白、あ、こうですね、こうだキュレルの美白ケア美容液です。でこの感じちょっとね横から見ると使ってるのが、だいぶ使ってるのがわかるかなと思います。こちらはですねお肌が敏感な時も頼りたくなる植物由来の美白有効成分で、透明感のあるお肌へ導く医薬部外品の美白美容液になります。季節の変わり目でお肌が敏感になりやすい時期でもですね、美白ケアちょっと使いたいなっていう方には割とねおすすめできるアイテムかなと思います。そのくらい、まあ、ちょっとね刺激も少
少ない美白ケアのアイテムかと思います。でこんな感じの柔らかいねテクスチャーになっていてすごく伸びがいいです。メインのカモミラ ET という植物エキスはあのねカオさんから出てるソフィーナなど他の製品にも入ってるものなんですけれども、メラニンの生成を抑えてシミそばかすを防いでくれるアイテムになります。こちらしかもですねアルコールフリーでセラミド入りというところで美白ケアもしながらこうねしっとり感というか保湿感も得られるようなアイテムになっています。ベタつきもないので男性とか美白ケア初めてっていう方にもドラッグストアでね購入することができるし、すごくいい取り入れやすいね美白美容液なんじゃないかなというふうに思います。これね結構おすすめです。次はですね、じゃじゃーん、またかいっていう感じなんですけれども、こちらも透明感といったんでこれは本当外せないんですよ私の中で。ジバンシーのプリズムリーブルのパステルシフォンです。透明感を叶えつつ一日中綺麗な美肌をキープしてくれるアイテムになっています。お粉を塗るとメイクが重くなってしまったり粉っぽくなってしまったりだとかくすんで見えるっていうお悩みを抱いている方、ぜひこのねパウダー使っていただきたいなと思います。この4色のパウダーが含まれていて、これらをですね合わせてお肌の上にのせることでより透明度の高い美肌を演出することができるというアイテムになっています。もうね少量で大丈夫です。香りは少し華やかな香りがします。でもねシャネルとかほど強い香りではないかなと私は思います。粉を塗った方が透明感が出るとかキメが細かく見えるってあんまりない現象だと思うんですけど、とにかくねすぐ塗ったところはもうものすごくサラサラだし、塗ったところからこうなんだろうな光がお肌に集まっているような感じがします。でもこうラメとかねそういうものは入っていないので毛穴が目立つ心配もなく、むしろ毛穴だったりとか凹凸のトラブルもすごくねカモフラージュしてくれるような印象です。そしてですねお次はですね、じゃじゃーん、こちらのこれもね私の動画では結構おなじみなんですけれども、ボビーブラウンのロングウェアクリームシャドウスティックの01番のゴールデンピンクです。白目を綺麗にうるっと見せてくれる透明感高まるねこのゴールデンピンクのカラーになっております。しかもですねこちらかなり密着度の高いアイシャドウのシリーズになります。シマーがあったりとか、あとはマットがあったりするんですけれども、どれも全体的にすごく密着力が高いので、アイメイクよれるのが嫌だなとか密着度が高いものが使いたいという方におすすめです。ピンクの中にもゴールドの温かみがあるので、すごくねどんな方も使いやすいピンクカラー、肌なじみもとってもいいです。普段の例えばブラウンアイメイクのベースに仕込むだけでもすごく目周りも明るく見えます。私のおすすめというか私がねすごく可愛く使えるなと思うのがやっぱり涙袋ですね。こんな感じにニコッとしてちょっとぷっくり出る部分に少し塗っていきます。ちょっと触れるか触れないかぐらいで大丈夫です。なんだろう、目の下が優しくぷっくり見えるし、白目もねこうない方に比べると綺麗に澄んだような印象に見えます。ペン先もすごく他のペンシルに比べてクリーミーなので、目元への摩擦も減らすことができるんじゃないかなと思う本当に優秀なアイテムです。はい、そしてラストはですねドリンク行きたいと思います。私の動画でドリンクとかサプリとか出てくるの珍しいと思うんですけれども、じゃじゃん、こちらです。ブラエトワールの飛脚ドリンクになっております。もうねついに私飛脚コンプリートしちゃった。大好きな美容液とパックとドリンク全部フル稼働させて生活しております。これはですね本当に飲み続けるほどに体の調子がまず良くなるのと、あとはお肌、皮膚の調子もすごく良くなるなというふうに感じているドリンクです。まあね、そもそもこの飛脚の美容液私すごく大好きで、主要成分がプラセンタになってると思うんですけれども、まあね、その飛脚の美容液をよりね、こう体の内面からね、こうケアするために開発されたのが、この飛脚シリーズのドリンクになっています。この濃厚なプラセンタエキス、飛脚といえばプラセンタだと思うんですけれども、プラセンタエキスを配合できる最大のマックスの量ですね配合されているそうです。さらにですねツバメの巣エキスなんかも配合されていて、マスブさん曰くですね、もう本当に不思議なことに飲み続けると全身の皮膚が綺麗になっていくよっていう風に教えてもらって、もうこれはですねもう本当になんかもうまあまあ値段するんですよ、まあまあ値段するんですけど、もういいと知ってしまって自分も実感してしまっているので、1、2、あともう1個3箱、3パックをまとめ買いしちゃいました。
もうね、まあ、毎日飲み続けるのがいいみたいで、まあ、寝る前とかに飲むといいようなんですけれども、まあ、ご自身が続けやすいね、頻度で飲むのがいいみたいなので、毎日だとやっぱりちょっと難しいなっていう方は何日かに1回とか、ちょっと疲れた時に飲むとか、週末に飲んでこうちょっとエネルギーチャージする感じでまた来週も頑張るとか、そういう取り入れ方でもいいんじゃないかなというふうに思いますが、こう透明感あふれるようなね印象になれるような、そんなドリンクなんじゃないかなというふうに私は感じております。ちょっとお値段するんですけれども、気になる方ぜひ私みたいに3箱まとめ買いとかじゃなくて少量から試してみるといいんじゃないかなと思っております。春に向けてこのね透明感コスメで印象アップ一緒に目指していきましょう、ということで本日のさゆりクエスチョンはこちら。皆さんにとっての透明感コスメ、よかったらコメント欄でたくさん教えてください。というところで、本日はですね、ワフードメイドさん酒粕パックとの、コラボ動画になりました。ワフードメイドさんの製品が気になるという方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。